何を言うか。私は身分のある馬だぞ。下品などでは。気分悪い。酔った。落下酔いだ。ムマだって酔う権利くらいある。私は病弱なムマで、血でなく別のものを吐きそうだ。ひどい。傷ついたぞ。むやみに人を傷つけたりするのは嫌だと思っていたくせに。私だって今みたいな場合は話が別だ。気分が悪いんだ。こういう時は気にする。いらっしゃいお嬢さん。なんだか久しぶりな気がするな。そうかな。私はだいぶ間が空いていたように感じたよ。つまり、もっと頻繁に通ってくれても歓迎するということだ。君と話すのは楽しいからね。仕事か。理由はそれだけでもないように見えるが、まあいいだろう。君は随分安定しているようだ。滞在地での生活がそこまで楽しく、何か君を満たすものがあるようじゃないか。いや、今は手が空いているよ。仕事がないわけじゃないが、というか大きめの案件がいくつかあったと思うが、手は空いている。
私が空いていると言ったら空いているということだ。仕事の方は誰かしらがやるだろう。私は茶が飲みたい。そうか、君もお茶が飲みたいんだな。私たちは本当に気が合うよ。だるさが伝染する？大いに結構じゃないか。少しくらい気だるそうな方が女性の色っぽさは引き立つというものだよ。なんで抵抗するんだよ。なんでだ。警戒してるのか。俺が聞きたいんだ。いきなり俺が嫌いになったとか。今まで警戒なんかしなかったろ。なんで今になって。ああ、前は警戒してもらいてえとか言ってたのに矛盾してるよな。今になってそれはないぜ。嫌いになったのか。触られるのも嫌なくらい。なんだよ。そばにいるのも嫌なのか。俺なんか嫌がることしちまっ。今になってかよ。俺なんてもう随分になるぜ。
俺はあんたのことかなり前から好き。一方通行が長かったみたいだが、ともかく今は好きになってくれてるんだよな。嬉しいぜ。何が面白いんだか。私の顔なんか見ても面白くもなんともないだろう。じゃあ何なんだ。今、違うことを考えただろう。遮断しないと勝手に情報が入ってくるんだ。私に罪はない。油断したんだ。恥ずかしいことを考える君が悪いんだぞ。
考えていた。考えているだろう。恥ずかしいこと。君が面食いなのは分かっているが、あまりそういう目でジロジロ見ないでくれ。私の繊細な神経がすり減るんだ。そう思うなら最初から変なことを考えるな。私はそんなことは。気持ち悪い。吐血しそうだ。気分が悪い。嫌だ。嘘は嫌いだ。注射と薬を出さない医者になら、かかってもいい。もちろん、手術なんてもってのほかだ。それで、完璧に治せるというのなら言ってもいい。だろ。世間にはヤブ医者しかいないんだ。よくない。よくないぞ。そうだ。よくない。幸せだったんだな。何のことだ。
幸せな時間の思い出は悪いものじゃない。苦労なんてしなくてもいいのならしない方がいい。永遠に子供で最初から大人なんだよ。何も知らないままだし、最初から何もかも知っている。見たのか、あれを。見たんだろ。
残像だよ。恐れることはない。あれは影のような実体のないものだ。見たんだろ、この世界の住人の死体が姿を維持できず時計だけが残る様を。そして残像が後始末をしていく様を。